こんにちは、小助です。最近ポータブル電源のレビュー以来結構多くいただいているんですが、今回もその一つ提供してもらったのがこのマックスパワーさんの MP600J ですかね。今年の8月に発売された新型のポータブル電源みたいなんですが、どんな製品なのかチェックしてみたいと思います。まずはスペックから見てみましょう。こんな感じですね。容量は 500Wh、 AC 出力は定格 600W まで使えて、瞬間最大 700W となっています。もちろん純正原波で、周波数は 50Hz と 60Hz、 手動で切り替えることができます。充電時間は AC アダプターを使って家庭用コンセントから充電すると 5.5 時間で、シガーソケットだと6時間ということでした。重量に関しては 5.5 キロなので、男性であれば片手で持てるぐらいの重さとなっています。で、付属品なんですが、こんなのがついてきます。この中に充電機材が入ってるんですよね。やっぱりこの充電ケーブルケースがついてくるとすごいいいですよね。ついてこないポータブル電源のこの充電用のケーブルは、僕ジップロックに入れてるんですけど、これがついてるとね、やっぱり分かりやすくてすごくいいと思います。で、家庭用コンセントで充電する場合に使うアダプターですね。ちょっとサイズは大きめになっています。そしてこれが車のシガーソケットから充電するためのケーブルで、オスオスになってます。なので車のシガーソケットにこれを挿して、こっちのシガーソケットのこの出力部分に挿すと、ここ実は入力も兼ねていて充電が可能なんですね。ただ当然端子がむき出しになっているので、どっちかを挿した状態で握るとちょっと危険かもしれないので、そこは注意が必要だと思います。あとは日本語の説明書がついてきます。使い方はとても簡単ですが、説明書をかなり分かりやすく書いているので、使い方がわからないということはないと思います。それでは実際に見ていきましょう。まずは AC 出力からなんですが、家庭用のコンセントを挿す場所は2箇所あります。ちょっと離れてますね。で、この AC のボタンを長押しすることで、このコンセントは使えるようになります。ディスプレイはとても綺麗ですよね。情報量も多くてとても見やすいと思います。で、ここに AC60Hz と書いてあるんですが、これを1回押すことで 50Hz に切り替わります。毎回押すごとに切り替わるんですが、今の家電製品周波数どっちでも使えるものが多いので、まあ、使うときに固定の周波数で使わなきゃいけないときに液晶を見ながら切り替えて使うというのがいいかもしれないですね。普段はあまり気にしなくても大丈夫かなという感じがします。そして出力は 600W ですから、他の同じぐらいの価格帯の同じサイズの製品だとだいたい 500W までということが多いので、ちょっと大出力にも耐えられる仕様となっております。 USB は全部で4つついていますね。 USB もここのボタンを長押しすることで使えるようになります。そしてタイプ A が3つ、2つが 5V 2.4A で、もう一つはクイックチャージ対応で 18W までということですね。そしてもう一つ USB-C がついていて、こっちはパワーデリバリー対応で 60W まで出力できるので、 MacBook とかね、ノートパソコンなんかの充電にもいいと思います。かなり早い充電ができますね。そして LED もついています。 LED はここですね。このスイッチを押すごとに5パターン切り替わります。弱と強と SOS と点滅、そしてこのろうそくのような焚き火のようなゆらゆらした照明ですね。この5段階に切り替えが可能です。もちろん長押しすると消すことができますね。ディスプレイはバッテリーの残量がパーセント表示されていて、ここには残り何時間使えるかというのが表示されます。例えば iPad を
充電するとよいしょ、ここに今出力しているワット数が表示されて、こっち側はこの状態で何時間使えるかというのが表示されるわけですね。そして上はアウトプットですが、下はインプットで充電時も何ワット入っているかというのを確認することができます。この液晶に関してはかなり見やすいので、個人的にはすごくいいなと思います。それでは実際にこのポータブル電源を使って車中泊をしてきたので、その時の映像もご覧ください。この LED が非常に便利だったのと、あとは寒い中電気毛布を使って一晩過ごしてみました。だいぶ外が暗くなってきたんですが、今このマックスパワーのポータブル電源の LED ライトをつけています。やっぱりポータブル電源に LED ライトがついているとすごく楽で、ボタンをポチッと押すとライトがつきます。なので車中泊の時に持ってきているこの LED ランタン、これをわざわざ出して使う必要がないというのはすごく便利だと思います。ポータブル電源が置いてあるのでピッとつけるだけですからね。ちなみに LED ライトをつけるときはこの右下のボタンを長押しですね。消すときも長押しとなります。で、点灯させると必ず弱から始まって、弱強 SOS 点滅焚き火封筒で、また弱に戻るという感じになっています。今回もこの MAX パワーのポータブル電源、いきなり実践で使っていこうと思います。これから車中泊で寝るので、まずは電気毛布ですね。電気毛布を使いましょう。今回は少し寒かったということもあって、夜の7時半ぐらいから電気毛布の電源を入れて使い始めました。充電は 100% の状態からスタートですね。今回少し気になったのが、消費電力アウトプットのところが 123W になっていて、本来消費電力 70W 前後くらいのはずなので、ちょっと多く表示されてますよね。2倍とはいきませんが、それに近いぐらいの消費電力になってます。一応この消費電力のまま使い続けると4時間しか使えない計算になりますが、翌朝まで実際使ってみました。この MAX パワーのポータブル電源ですが、 100% の状態からだいたい6時間ですね、外気温0度まで下がった日に6時間電気毛布を使って、残量 44% となっています。あ、今一つ減りましたね。電気毛布を一晩使うのであれば十分な容量という感じでしょうか。今回テストに使った電気毛布の定格出力はだいたい 70W ぐらいなので、 120-30W と表示されるのはおかしいなと思って、家に帰ってきてワットチェッカーを使って、これですね、何ワットぐらい実際に消費しているのかチェックしてみることにしました。電源を入れてみると、ポータブル電源の方はやはりアウトプット 130W ぐらいになっているんですが、ワットチェッカーの方は 70W ちょっとぐらいですよね。なので表示は 130W ぐらいなんですが、実際には 70W ちょっとぐらいということで、この表示がちょっと間違っているということになるんだと思います。おそらくこれは使っている家電製品との相性なんだと思うんですよね。以前も他社のポータブル電源で電気ストーブを使ったら表示がちょっとおかしかったことがありますが、たまにこういうことあります。気になったので扇風機なんかでも消費電力見てみたんですが、まず AC 出力のスイッチをオンにするだけで 12W 消費してます。これは何もつながなくても消費している状態ですね。扇風機の電源を入れるとワットチェッカーの方は 8W になっています。そして MAX パワーのポータブル電源の方のアウトプットが 22W なので、元々の AC 出力を動かした時の消費電力を加えたとしても、少しだけこのポータブル電源の消費電力というのは実際の数値よりも多めに出ているんじゃないかなという感じはします。それでは最後にこのポータブル IH を使ってお湯を沸かしていきましょう。これから寒い時期になるので、お湯を沸かす機会も多くなるんじゃないかと思います。車中泊でもキャンプでも温かい飲み物が飲みたくなる時期ですからね。
コップ一杯の水を沸かしていきます。このマックスパワーのポータブル電源は 600W まで使えるので、結構火力強めでもいけるんじゃないかなという気がいたします。中火ぐらいでいきましょう。 600W を若干超えていますが問題ないですね。表示では 610W で、ワットチェッカーによると 550W と、やはり若干数値のズレはありますが、こっちが 600W 超えてないので大丈夫なんだと思います。もう一個火力上げてみようかな。火力6にすると、ワットチェッカーの方が 680W ぐらいになっていて、こっちのアウトプットが630ぐらいですね。ワットチェッカーの数字の方が多くなっていますが、それでも最大出力の 700W を超えていないからか問題なく動いてます。かなり高火力での調理が可能ですね。これだとお湯沸かすのもかなり早いと思います。やはりこのポータブル電源のアウトプットの数字はワットチェッカーの数字と比べるとちょっとずれてる感じはしますね。火力7にするとここが 700W 超えてますね。 760W ぐらいになっていて、アウトプットが 650W、 700W 超えていますが問題なく動いてますね。これだけ火力が強くなるとお湯は一瞬で沸いてしまいます。コップ1杯ぐらいであれば 1,2 分で沸きますね。聞いてもらえば分かるように、このマックスパワーのポータブル電源、ファンも動いてないんですよね。かなり静かですね。通常出力ギリギリを使い続けるとすごいファン回るんですが、これに関してはファン回ってないですもんね。静かとかではなく、あ、回ってるんだ。聞こえますかね。カメラでも近づくと音入ると思いますが、微妙にウィーンというファンの音が鳴っています。かなりファンの音静かですね、これ。すごいね。今まで使ってきたポータブル電源の中でファンの音に関しては一番静かだと思います。ちなみに火力どこまで耐えられるかテストしてみましょう。800W を超えましたね。あ、さすがにこれだと止まります。この後いろいろテストしてみると、 800W を超えて止まる時もあれば 750W くらいで止まることもありました。ただ 700W を超えない限り僕が使った範囲では停止するということはなかったですね。かなり細かく制御しているという話を販売店さんから聞いているので、何 W 以上で一律止まるというよりは、使用状況に応じて一定の負荷を超えなければ800W 近くまで使えることもあるという感じかもしれません。いずれにしてもこのサイズとしてはかなり高出力なポータブル電源だと思います。というわけで、このマックスパワーのポータブル電源、実は以前にもこの会社の 1000W タイプのポータブル電源紹介したことあるんですが、あっちはファンレスだったんですよね。ファンレスでファンの音がしない、とても静かなポータブル電源だったんですが、これはファンがついています。ただファンが非常に静かなんですよね。電気毛布なんかを使っていても回ることはありませんし、回ったとしてもかなり静かなファンになっていて、ほとんど音聞こえないです。もちろん周りがシーンとしていれば聞こえるんですが、ちょっと賑やかな中で使うとほとんど聞こえないぐらい、かなりファンの音は静かになっていて、それが最大の特徴かなと思いました。あとはこのサイズとしては出力 600W まで使えるというのは比較的大出力なポータブル電源ではないかと思います。似たような製品と比べて大出力静音というのがこのポータブル電源の特徴でした。実際使ってみて感じたデメリットがあるとすると、まず一つは充電ですね。シガーの充電がオスオスなので、そこが少し心配かなという点と、もう一つはボタン配置がちょっと分かりにくいかなっていう印象はありますね。例えばコンセントがこことここにあるので、間違ってここを押しちゃうことがありました。もちろんね、使い慣れると
大丈夫だと思いますが、直感的に操作するのであればコンセントのエリアと DC 出力のエリアと USB のエリアを分けて、そのすぐ上とかにボタンがあった方が使いやすいかなと、そんな印象があります。慣れれば問題ないと思いますが、そんな感じがいたしました。それともう一点、収録の時に抜けてしまっていたんですが、アウトプットの出力の数字が多少誤差があるというのも気になる点かもしれません。ワットチェッカーを見ている限り実際の消費電力が変わるわけではないので、出力の数字というのは目安程度にという感じかと思います。それ以外、車中泊で数回使ったくらいだと特に大きな問題もなく、非常に使いやすいポータブル電源でしたね。特に LED ライトが使いやすいのと、音が静かというのが車中泊と相性も良くて、すごく使いやすいような印象です。というわけで今回は MAX パワーの MP600J のレビューでした。長期的に使ってみた感想についてはまた今後どこかで紹介しようと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。